実学党は、幕末期の熊本藩において、長岡正広氏、横井湘南、元田長ザ下津久馬、小木正久にら反省改革を求める藩主たちの集団のこと。日後実学党、熊本実学党とも、天保14年に長岡、横井らが藩校自習館のあり方に飽き足らず自らの手で行った勉強会に由来する。 大塚タイヤの学風をしたい、李ヒ氏を藩として、遅刻安民、利用構成、実践休校を学問の本師とし、そうした活動を通じて、自らの内面を高めて、真実を乱すことを目標としていた。これに対して、自習館の人々は、実学追求の集団であるとする批判的な意味を込めて、実学党と呼んだが、横井らは、かえってこれを、 内実の学問の意味だと解釈して、自らの故障として用いた。学校等と称された、自習館の人々と実学等の人々の争いは、学校等の被護者であった、筆頭家老、松井明幸と、自責家老でもあった、長岡正し姿との間の権力闘争に発展し、校下4年に、松井が長岡を失脚に追い込んで、学校等が勝利を収めた。だが、 第三勢力と呼ぶべき、金納党が勢力を拡大していったことにより、反内対立は膠着状態に陥った。反主流派となった、実学党と金納党は協力して、主流派である、学校党と対立した。ところが、安政2年になって、横井将欄が積極的な開国論を唱えるようになると、金納党の影響で上位論に接近しつつあった。 長岡ただし姿が反発、両者は絶好状態に陥った。実学派も分裂し、過労として藩士の信頼が厚かった長岡の坪井派と合志や合同の指示を受けた横井の沼山津派に分裂する。やがて安政6年になって長岡が急成し、横井も福井藩の招きに応じると急速に力を失った。ところが明治維新の際になって、 砂漠派である、学校党と尊王派である、金納党の対立によって、熊本藩は騎士を鮮明にすることができず両者とも力を失い、その感激を塗って、実学党の人々が台頭。明治3年の細川森久の藩知事就任を機に、実学党両派は政権を獲得した。実学党は、進歩的な反省改革を推進し、廃藩置県後も白川県の養殖を締め続けたが、 あまりにも進歩的な改革に危機感を強めた明治政府は明治6年にごんれ安岡良介に命じて実学党を県政から排除したその後も実学党出身者は民間などで活躍し一部は民権党に流れて学校党と対立しつつ明治期熊本政界の一大潮流を形成する一方元田長真のように 明治天皇の持読として徴用される者もいた。ありがとうございます。